guys! パマルサナナセ。みなさんこんにちは、ナナセアリーサです。今日はですね、まあ、TOEIC のパート6対策は1日で完了するぞっていうね、動画を、皆さんに共有しようと思います。で、まあ、TOEIC パート6の勉強法っていうことにね、なってくるんですけども、最短でね、対策できるよっていう方法を今日お伝えいたしますので、まあ、パート6の対策、これだけやればいいっていう方法が知りたいっていう人はね、まあ、リクエストにいただいてたんですけど、ぜひね、見ていただければと思います。ということで、まあ、ぜひね、この動画がいいと思ったら、動画の途中でグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もぜひ、勉強法とかね、シェアしてますので、よろしくお願いします。で、まずですね、私もそうだったんだけど、多分皆さんパート6対策っていうと、なんだろうと、パート6って何やればいいのか、なんかいまいちわかんないと思うんですよね。で、私も6割ぐらいだったんだよ、初めはね、初めというか、去年の多分出だしは全然6割ぐらいだったんですね、正解率も。で、でもなんか間違い多いのにもかかわらず何やればいいかわかんないしっていう状況だったんですけど、アフターね。やったこと一つだけです。はい。この一つやれば8割9割になったし、もしだとパート6満点取れてましたので、ちょっとね、そのやり方を皆さんにシェアしようと思います。で、まあ、ここだけの話なんですけど、パート5とかパート7ができる人って、自然とパート6上がります。はい。で、だから、パート6対策をする時間があるのであれば、パート5かパート7にをやった方がいいよっていうことです。結論は。で、まあ、唯一やったのがパート6対策で、公式問題集、まあ、模試として何度もやってたんだけど、その公式問題集を、のパート6のところは音読しました。5から20回ぐらい同じ文章を読みました。で、どういう風に読んでいたか、どういう風にやったのかっていうやり方はね、またちょっと後ほどちゃんとご説明いたします。で、まあ、音読5回から20回パート6読むっていう作業は、多分頑張れば1日で済む作業だと思うんですね。そう。だから、そんな時間かけなくていいと思う、パート6に関して。っていうところなんですよね。で、パート6の問題っていうと、まあ、そもそもパート6ってどういう問題かというと、文法とか品詞問題、まあ、いわゆるパート5みたいな問題と、意味とか接続詞とか問われるパート7みたいな長文問題が出てきますよね。つまり、パート6は、パート5たすパート7なんですよ。まあ、皆さんね、なんとなく分かってると思うんですけど、だから、パート5と7が攻略できれば、絶対パート6上がってきます。はい。で、逆にね、考えたんですよ。私、ずるいし、楽して、TOEIC のスコア取りたいし、時間かけたくないから、多分みんなもね、同じこと考えると思うんだけど、じゃあ逆に、パート6やれば、パート5と7が上がるのかなって思ったんですよ。で、もし、あなたが時間なかったら、学習する時間ないとか、もうすぐ TOEIC だ、やばい、何も出ないぞってなって、リーディング上げたいのであれば、パート6をやって、で、パート5と7も総合的に上げるっていうやり方でも OK。だからこの方法でも OK。時間なかった場合は。でも、パート6だけ対策すると問題量が少ないからカバーできないってことに気づきました。だからやっぱりね、ずるせずというのか、ちゃんと実力をつけてパート5かパート7でもう徹底的に文法品詞問題、長文問題っていうところの実力をガッと上げることが大事。で、ちゃんと実力つけて、で、高得点を狙ってほしいっていう。そうすると取りこぼしがないんだよね。パート6だけやってると問題数が少ないから、やっぱりどうしても取りこぼしができてしまうので、まあ、パート6ってパート5と7の中間ら辺なんだけど、パート5と7をやったら6もついてくるよっていう風に考えた方がいいよっていうことなんですね。じゃあ、そもそもそのやり方、どういう風にパート6の公式をやっていったかなんですけれども、まあ基本的にね、まあ公式問題集模試として一回多分トーク解きますよね。解いたら、それの解説と訳を全文読みます。はい。で、これ多分今からやり方1日でできるので、まあもしやった人は次の日ぐらいに試してみてください。パート6対策1日だけ開けてください。そう。だからもしやったら回答と解説、まあ、訳ね、日本語訳も全文とりあえず読みます。日本語もね。で、その後に英文を音読していきます。まあ簡単に言うとさっき言ったように本当に音読を何回かやっていくっていうだけなんだけど、ここで大事なのがあって、まあ英文を音読していくんだけど、その時に意味もチェックしていきます。
意味が分かってる、分かってたらいいんだけど、意味分かってなかったらちゃんと確認して、この文章の意味がこういう意味なんだなとか、これ知らなかった単語だな、文法どうなってんのかなとか、はい、読みながらちゃんと状況がイメージ湧くまで音読を繰り返します。そうすると、まあ、900点レベルいってた時ですら、1,2 回読んだだけだと読むことに必死で意味まで考える余裕ないんだよね。で、5回ぐらい読むとなんとなく日本語訳が頭の中入ってるから、読みながらイメージができるようになってくるんですよ。これが大事、これ本当に大事よ。だから5回から多いと20回ぐらい読みましたね。20回読めばもう英語読みながらちゃんと意味とか状況を日本語読んでるかのように分かるようになってきます。だからね、ある程度音読とか、まあ、声出さなくても目で追っとくだけでもいいので、最悪やってください、繰り返して。で、最後に間違えてた問題、パート6の間違えた問題、これは多分皆さんのレベルによって間違えた問題数っていうのは多かったり少なかったりすると思うんだけど、多分1日あればこの辺音読もできるし、間違えた問題も再度解くことぐらいはできると思うんですよね。で、このやっていく中でのポイントが、他の選択肢とかもちゃんとチェックしてよ。私これやってなかったんだよね。700点ぐらいまでの時はこれやってなかった、正直。でもちゃんと900目指すにあたって、他の選択肢も読みます、ちゃんと見て。で、なんでその他の選択肢だったら不正解だったのかまで考えてみて、なんでこれが正解なのか、なんでこれが不正解なのかっていうところもちゃんと意識して、回答解説を読んでみてください。はい、というところですね。なんで、まあ、やり方は模試としてまず解きます、解説とかを読みます、で音読して意味確認します、で音読をもう5回か20回繰り返します、で間違えた問題だけ最後解いてみますという5ステップですね、できますね。で、まあ基本的にやっぱりトイックに限らず、まあ、英語の勉強全部そうだと思うんだけど、やっぱり効率よくトイックなんかスコアね、上げていきたいと思うんですよね。で、それを考えた時に重複してるところを省くしかないんですよ。効率よく最短で勉強したいのであれば、被ってる問題やってると時間無駄というか、もったいない。だからパート5と7がパート6と被ってるのであれば、省けるとこ省きましょうっていうところなんですね。だから、まあ、これはね、英語の勉強だけじゃなくて仕事とかでも私そうなんだけど、やること何かなってみんな探す人も多いと思うんだけど、逆にやらなくていいことは何かを考えてみるといいですよ。例えば、なんだろう、英会話の勉強したいのにトイックやらなくてもいいと思うし、逆にトイックでスコア上げたいのに、なんかラジオを聞いたりとかってやらなくてもいいことなんですよね、トイックのスコア上げるには。っていう風に、もうやらなくていいことを考える。で、私も YouTube の動画とかも前まで編集とかして、もう編集で1日が終わっちゃうこととかあって、なんか別に編集がやりたいわけじゃない、編集者になりたいわけじゃないのになって思ってたんだけど、で、私の場合中身で勝負したいし、動画のその説明とか内容を本当に重視してるんだよね。だから最近はちょっとその編集に時間かけずに内容を意識してリサーチしたりとか、ちゃんと皆さんに伝えやすいような言葉を探してやろうっていう風に心得て、ちょっとまだ勉強中ではあるんですけどやってて、まあ YouTube とか仕事でもそうですよね。編集とかそんなこってやっても、私のチャンネル見てる人って私のなんかこのすごい編集を見たいとかじゃないと思うし、トイックでスコアが上がる方法が知りたい方だと思うんですよ、見てる方って。だからそこ届ければ別に編集に5時間とか6時間かけるのであれば、その分トイックの勉強して研究していい情報教えてよって思うと思うんだよね、みんな。でしょ。なのでやらなくていいことは何かを考えて物事ってやっていくと意外と効率よくできたりします。で、あとまあね、トイックとか、まあその英語とか、まあ、英語に限らず勉強ってできたところは一生やらなくてもいいところだと思ってるんですよね。まあ、単語とかもそうだけど、覚えてるやつ何度見てもしょうがない。これも重複ですよね。これも無駄なので、もうできてたところ、パート6といて一回できたところはやらなくていい。だから最後は間違えたのみ、やつのみ解けば OK っていう感じですね。なんで、まあそうですね。私的には本当に効率よくやっぱりやっていきたいっていう派なので、タイプなので、まあ重複してるところをなるべく省けるところ省いて、で、まあできたところはもう一生やらないぞっていう感じ、その分できなかったところはできるようになるまで繰り返します。で、まあやっぱりそういう、なんだろう、今言ったやり方ってパート6パパパッと本当に最短で効率よくやっていくやり方なんだよね。で、他にね、強いて言うのであれば、
具体的なそのパート6の、ね、解き方のコツとかがね知りたい方もいたかもしれない、もしかしたら今日動画見てくれてる中で。なのでそのパート6のちょっとしたコツ知っといてこれは損ないから、まあそのパート6対策1日取るのであれば、その中に私の動画を見るというのを入れておいてください。パート6の具体的な解き方の裏技ね、あの裏技系動画で前上げてますので、よかったらねそちらの方も、まあちょっとした小手先のテクニック教えてるので、よかったら見てみてください。まあ概要欄に、ね、リンク貼っておこう。でインスタ人が一番のことをやっていくと、あとあとこうやりやすくなるんですよね。例えばパート5と7先にこう絞って、パート5をまずやると思うんだけど、5やって7やってで6っていう風に優先順位を考えた方が一番やりやすいんですよね。なんだろう、パート5もやらなきゃいけない、パート6もやらなきゃいけないとか、7もやらなきゃいけないとか、もうトイック全体を勉強しなきゃいけないんですよね。例えばパート5と7先にこう絞って、パート5をまずやると思うんだけど、5やって7やってで6っていう風に優先順位を考えた方が一番やりやすいんですよね。なんだろう、パート5もやらなきゃいけない、パート6もやらなきゃいけないとか、7もやらなきゃいけないとか、もうトイック全体を勉強しなきゃいけないとかって思ってると、もうあれもこれもってのって大変なんだけど、優先順位をちゃんと並べてあげるだけで全然変わってくるから、まあまずパート5を集中してやる。それクリアできたら次にパート7やるっていう風にやっていくとね。で、パート6に関して言えばパート5やってパート7やって最後にやった方がより入ってきやすいよっていうお話です。なんで、まあ今回まとめますと、要はパート6っていうのは、あのパート6やるんだったら5と7を先に優先してあげて、まずでそれをまず専念することで結構上がりやすいよっていうことで、問題集とかパート6の対策もあるかもしれないんだけど、まあ、買わなくていい。特にあの公式で十分な量をこなせるので、パート6はそれだけで十分でしたね。なので、まあ、パート6のそういう問題集とか解くよりかは、まあ、それより実力をつけた方がいいね。パート5とか7でちゃんと高得点取れる実力をちゃんとつけて、で、まあ、強いて言うならば、コツとかパターンだけちょっと知っておくといいんじゃないかなと思います。ということでね、結構そのパート6をこれだけやればいいっていう方法を知りたいよっていうことで、まあ、パート5もね、とあることするだけでいいよっていうことでね、満点取れた方法をお伝えしてますので、よかったらそちらの動画も見ていただければと思います。他のパートでも、なんかこれだけやったらいいよっていう感じ、まあ、極端な話、やっぱりやればやるほどいいんだけど、まあ、ちょっと私なりにまとめて抜粋しているのであればっていう、ものをもし見たようであればね、やっていきたいなと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。ということで、じゃあ今日は、See you!